昨夜、山本町で男子高校生が乗用車にはねられ死亡しました。昨日午後7時半ごろ、山本町山寺の町道で、道路の左側を歩いていた近くに住む高校生渡辺瀬奈さんが後ろから来た乗用車にはねられました。渡辺さんは頭などを強く打ち病院に運ばれましたが、まもなく死亡が確認されました。警察は乗用車を運転していた山本町の19歳の会社員の少年を過失運転致傷の疑いで現行犯逮捕しました。警察の調べに対し少年は、直前まで歩行者に気づかず避けきれなかったと話しているということです。